木村農園いちご屋さんです。まだ少し雪が残っています。1月20日、久しぶりの青空です。いちごハウスの中が30度近くになり、暑いので外に出てきました。もう1月も終わりに近づいてきて、あっという間に2月3月と過ぎてしまうので、今日は茄子の方を片付けていきたいなと思います。去年の5月に植えて、10月、11月まで収穫していました。もう12月の霜で枯れてから、今このようにほったらかしにしていましたが、手が空いている時に片付けようと思っていました。ではどこまで今日できるか分かりませんが、片付けていきます。
終わりました。まあ終わってませんが、今日の分は終わりました。逆光になっているので反対側から撮ってみます。蓋埋めだけですね。1個2個片付けました。まだ3、4、5であります。これ以上頑張るとイチゴの作業に支障が出てくるので、この辺にしときます。大根とブロッコリー、ブロッコリー脇芽がだいぶ出てきましたね。さて、運搬車を倉庫に戻しますが、エンジンをかけます。クリックでオイラのやる気が増えます。ではお願いします。